北陸放送株式会社は、石川県を放送対象地域とする、AM ラジオ放送事業とテレビジョン放送事業を、県営している、特定地上機関放送事業者である。略称は、金沢本社送信所のコールサイン、ジャンルと、七尾中継局のかつてのコールサイン、ジョモを組み合わせた MRO。よくある、コールサイン由来の略称ではあるが、 複数のコールサインを合わせた略称は国内のテレビ局では唯一の例である。ハイビション SNG 中継車 MRO ラジオカーテレビは JNN 系列で G ガイドの番組データの配信を行っている。JNN における報道取材地域は石川県を呼び福井県冷北地方。石川テレビ、テレビ金沢、そして北陸朝日放送が開局するまでは 富士テレビ、日本テレビ、テレビ朝日の番組を一部同時、時差ネットをしていた。リモコンキー ID は、アナログ親局の 6CH から6で、キー局の TBS テレビと、理由ともども同じ。ラジオは、JRN と NRN のクロスネットであるが、かつては、JRN の単独ネットだった。新聞社との関係については、 開局当初、地元、大手紙である、北国新聞社と関係が深く、社屋も隣接していた。現在の本田町へ社屋を移転後、1980年代になると、北国新聞社、北陸放送のオーナーであった佐賀家が、北国新聞社から追放されたことやテレビ金沢の開局支援を機に、北国新聞社との関係は冷却化し、 毎日新聞社や中日新聞北陸本社との関係を深めてきた。1997年の CM 未放送問題に橋を発し、周辺土地の不正取得等の不祥事が発覚し、これらについてオーナーである佐賀家の関与が取り沙汰され、佐賀家は MRO の経営への実験から退りいた。その後事態収集のため TBS から社長をはじめと、 する役員が派遣され、t b s 系企業により株式の一部が取得されることとなる。冷却化した北国新聞とは2005年になって再び関係を取り戻している。2007年により北国新聞社社長、主筆の日田修一が非常勤取締役に就任した。開局当初の経緯から、 林県の富山県の最先発である北日本放送と事実上の巡航域放送的な取り組みをしていた時代があった。ラジオテレビともに系列が異なり、かつ相手エリアで自社の系列局がなかったためである。新聞のテレビ番組表の局名表記は MRO テレビあるいは MRO と表記している。読売新聞福井県版では長年、 北陸テレビと表記してきたが、2011年7月24日の地上デジタル放送以降に伴う、紙面刷新に伴いたしで、主に使用されている MRO テレビに表記を変更した。なお、北陸中日新聞と福井県内向けの中日新聞では1980年代前半頃は、北陸 MRO と表記していた。現在は、 イメージキャラクターとして、未来ちゃんを採用している。このキャラクターは、MRO 主催のイベントなどに、着ぐるみで登場している。キャッチフレーズは、未来へ、一緒に MRO。2006年7月1日に、地上デジタル放送を開始した。親局の周波数は、UHF14CH、出力 1kW。UHF 帯のため、 石川テレビ放送の本社校内送信書を共要している。2008年10月1日の組織改正で同局のラジオ部門も制作力の強化を実施のため、新たにラジオセンターを新設した。2006年3月末の優価証券報告書の記載では、佐賀一平が5.58%を保有する筆頭株主だったが、 2006年9月末には4.75%を保有する第3位に下落している。さらに2007年の9月末現在の言うか、証券報告書では上位10人に記載がなく、この時点で持ち株は2.78%を下回ったことになる。対して、この間、北国新聞社の持ち株が増えている。また、過去には、 石川銀行も1992年3月末時点で上位10位以内に名を連ねていた。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。 1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日2005年3月31日2016年3月31日ラジオ送信等ラジオ放送時間は月曜日1時30分4時を除く24時間放送放送終了時には終了のアナウンスが流れるが FM 保管放送が開始する以前には、アナウンスに続いて、女性コーラスによる、合唱、MRO の歌が流れていた。また、第1日曜日の翌日未明には、低入り前に緊急警報放送の試験放送を行っている。サービスエリアは、北陸三県全域と岐阜県飛騨地方、新潟県の一部となっている。2011年10月3日に、 インターネット IP サイマルラジオ、ラジコに参加、同日12時よりインターネットを利用しての配信が、北陸地方の AM ラジオ局としては初めて実施された。現在の番組の詳細は、公式サイトのラジオトップページあるいは、ラジオ週刊番組表を参照。自社制作番組は太字。随時、放送平日週末特別番組自社制作番組。 平日午前、平日昼、平日午後、平日夕方、平日深夜土曜日、日曜日、その他その他サービスエリアは、石川県内のほぼ全域、富山県の一部、福井県麗北地方。福井県麗北地方では、ケーブルテレビの区域外再放送を行っている。福井県には、JNN 系列がないため、麗北地方と鶴ヶ市は、北陸放送、鶴ヶ市を除く。 峰南地方は毎日放送が、報道取材を行っている。近年、鶴ヶ市のニュースに関しては、北陸放送が取材、放送を行っている。大きな事件が発生した際は、TBS テレビや CBC テレビなどが取材に加わる場合もある。チューリップテレビが開局するまでは、富山県内の JNN の報道取材も行っていた。ザベスト展などでは、富山県内。 福井県内からの生中継も担当していた。日本縦断クイズ合戦が富山県で収録された際にも制作協力という形式で参加した。北陸放送デジタル送信当時 NN 系列のリモコンキー ID 地図、リモコンキー ID6 いずれも2011年7月24日の定波時点のもの。なお、石川県鈴市内の中継局は 一年前の2010年7月24日で運用終了。太字は、字幕放送現在の番組の詳細は、公式サイトのテレビトップページあるいは、テレビ週刊番組表を参照。自社制作番組ブロックネット番組、TBS テレビ系列番組テレビ、東京系列番組民協協制作番組、そのタイムは、 北陸朝日放送が開局してから同局に移行した番組。インはテレビ金沢が開局してから同局に移行した番組。その他に石川県庁や高林坊などにも情報カメラが設置されている。ラジオ開発部アナウンス室に所属。2021年4月以降の部長はラジオ局局長兼ラジオ開発部長兼アナウンス室長の自島正幸。 同年3月までは、野村未来子。太字は、現在も北陸放送の番組に、レギュラー出演。和個人。2020年現在過去など多数福井県。ありがとうございます。